しぶりでね、動画を出してなかったことを本当申し訳ないなと思っております。で、まあ少し、ね、まあなんか動画をね、こうね1ヶ月前ぐらいまで毎日見てくれてた方からすると、あれ動画上がってないなと思ったかもしれないんですけど、まあ、この動画をね初めて見たり、まあ、久しぶりに見る方にはね、何のことだと思うかもしれないんですけど、まあ、最近ね、僕大学2年生なんですけど、まあ、大学に普通に通ってるんですね。対面授業があって、でね、毎日結構忙しくてですね、ね、グタグタになって毎日帰ってきてしまって、あんな動画撮りたいなとか、こんな動画撮りたいなって思ってはいるもののね、なかなか動画撮れてなかったんですけど、今日少しね時間に余裕があるので動画撮っていきたいと思います。今回何の動画を撮るかというと、こちらね、可愛らしい箱なんですけど、まあね、動画のサムネイルとかタイトルでね、まあ、分かっている方は分かっていると思うんですけど、こちら開けてみたいと思います。リリーゴーしてからにしましょう。まあ、これが何のなのかはね、まあ、バレているとして、今日はこちら使って動画撮っていきたいと思います。それでは早速行ってみよう。レディーゴー。じゃあこれね、開けていきたいと思います。これ中身はこのね、見えますか、琥珀糖っていうね、一式 ASMR 界でね流行りましたよね、琥珀糖。それを今やるという時代には乗り遅れていくスタイルなんですけど、4つね、この肉球
美味しいのかな。全部が砂糖ってわけじゃなくて、中は少しなんかジェル状みたいになってる。甘い、まあ、砂糖なんで当たり前なんですけど、めちゃくちゃ甘いね。これ8つは食べれないので、残り8つで妹にあげます。あとこの赤いやつ、これなんだろう、何味なんだろう。これね、肉球が可愛いよね。あ、これ中がこういう感じでなんかジェルっぽくなってる。想像してたのはなんか